私たちが来た時にはもうこの有様だったし。こりゃひでえ、大事故じゃねえか。事故。あの船がどんどん傾いていませんか。動力が停止してるんです。操舵士さんたちもパニックで。このままでは空の底へと真っ逆さま。落ち着くので。団長が何とかするので。俺たち生きてるぞ。さすが団長だぜ。ナイトサイファーの操縦の要領で船を滑空させて操るなんてよ。にしても爆発事故に巻き込まれるなんてとんでもない災難だったな。これは事故じゃないし。え？ T ちゃんの言う通りです。動力室内には物理的な手段で破壊された痕跡がありましたから。それって乗客の誰かが侵入して動力をぶっ壊したってことか？だが、なぜそんなことを？決まってるので。気空艇を墜落させるためなので。多分マナたちを殺すために。ホロスコープの調査に向かう俺たちの乗った船が墜落しかけた。偶然だと考えるのは虫が良すぎるか。ナビスが関わっている。そう考えるのが自然だし。じゃあ乗客の中にアディターがいたってことか。あるいはスターに指示を出して計画したのかも。不時着した後にトルーにお願いしたし、動力室を原始してほしいって。あ、はい。犯人を特定できるかと思ったんですけど。何も見えなかったんです。感情が残っていなくて。
根性でゴンスか。僕の原始って記録じゃなくて記憶をたどるというか、そこに残った思念を見てるんです。だから感情が残っていないと記憶を見ることもできなくて。私も変だなって思いました。悪い感情が残っていたら気配でわかるんですけど。感情を残さないって、そんなこと可能なので？普通ならありえません。多分僕も初めての出来事です。プリンセスの皆さん、お武家島へようこそ。なんだって？おいらはプリンセスじゃねえ。もう、プリンセスっていうのはロディのファンの呼び名なので。ああ、そういや王子様アイドルだとかなんとかポスターに書いてあったような。ロディさんのライブに来たから私もプリンセスでゴンス。俺もプリンセスだ。てか港めっちゃ混んでるし、マジですごいアイドルなんだね。あのロディがうちに来るなんて私たちとしても感慨深いですよ。この島はもともと森に覆われていたと聞きました。そこに古い遺跡が点在していたと。おお、よく知ってるね。北部にアリーナができてからそこを中心に開発が進んだんだ。アリーナ、今回のライブが開催される巨大な多目的施設だったな。南部には森と遺跡が残ってるけど、今は保護区域でもあるから迷い込んだりしないようにね。保護区域ね。ではでは楽しんでね。
調査結果？そう、星が降る島、ステルラ島にあったナビスの拠点、私たちがあいつらと戦った場所だし。でも手がかりなんて残ってるので？マナは会ったことないけど、ナビスって用心深い連中なんでしょ？そう、天文台の中にあいつらの痕跡はなかったし、物流とかの記録も偽装工作済み。でもいくら巧妙に偽装をしても工作そのものの痕跡は残るし、これですよね、前の僕が原始したって手帳にメモしてありました。観測機器の残骸や天文台職員の所持品、それらに見せかけた偽物だし。でも出自をたどってみると、ある共通点が浮かび上がった。それがこのポスターの島、オブクエ島ってわけか。この島の南部にある遺跡、私はそれが怪しいと踏んで。わかるんだ。ホロスコープの調査中にこれとそっくりの絵を見たことがあるんです。あ、そういえばクピタンさんは自分で調べてホロスコープの存在にたどり着いていたんですよね。繋がったし、ナビスへの手がかりがこのオブクエ島で。でもロディが持ってるのはいわゆるマイクなので、武器とは程遠いと思うけど。トップアイドルロディ、自分の目で確かめるしかねえか。フェルディナンド。
君の思うままにすればいいんだ。ただし時間はもうない。本当に優しい子に育ったね。パパの誇りだ。今度こそ絶対にフェルディナンドを。いや、揃っているね。早速会議を始めようか。寂しくなってしまったね、ラガッツォがいなくなって。フィオリト君も団長君たちのところに出張中。すでに指示は送ってあるけど。ご用件は何でしょう。金さえもらえれば何なりと。ああ構えなくていいよ。今日は顔合わせだけだからね。顔合わせ？実は今回の星座に備えて3人のチェアマンの間でより強固な連携を行うことになってね。ああ、なるほど。他のチェアマンの元にいるアディターがついに我々のチームに合流すると。おお、さすがは歴戦の商人だ。話の理解が早くて助かるよ。あ、私も分かってるけど、一応どういうことか説明しろっての。疑問に思いませんでしたか。あなたの序列はセコンド。お前はクイント、フィオリトはセスト、ラガッツはテルツォ。この私が一番上だな。ではクワルトとプリーモはなぜ抜けているのでしょう。え、これらの序列は他のチェアマンの配下にもアディターがいて、そちらに振られていると考えるのが妥当です。はあ、そんなん聞いてねえし。まあ落ち着いて。というわけで紹介するよ。プリーモのモリレン君、出ておいで。呼ばれて飛び降りてひらひらりーん。なんで上から来るんだよ。いきなり上から目線か。トリステッドさんのお目目、上から見るか下から見るか。僕は正面からを希望します。何言ってんだこいつ。モリレン氏は私たちと対等に仲良くしたいと。イエス。なんでわかるんだよ。所属は違えど同じアディター。すぐに家族になれそうじゃないか。君の家だと思って
くつろいでくれていいからね。よっこいしょ。寝っ転がってマドレーヌでも食べちゃいますね。机の上で寝るなっての。会議中だぞ。こんな愚かなやつが私より上なわけねえ。っていうかホロスコープは何も持ってねえし。トリステッド氏、まあ落ち着いてください。はじめまして、モリレン氏。お近づきの印に握手を。おっと、手を握るのはやめた方がいい。ですが、仕事仲間との良好な対話は紳士たる私のポリシーで。昇級させよう、ラビリタ。握手は金輪際やめましょう。よろしくお願いしますね。ラガッツォ氏の顛末について説明はない。聞いて教えてくれるわけもないでしょうが。しかも3人のチェアマンの関係性にここに来て動きがあるとなると、金になる予感ですね。一応もともとの計画では、今日はロディのライブを見てマイクがホロスコープかどうか確認。できればロディと接触して明日からは南部の遺跡を探索って感じだったよな。でも大丈夫でしょうか。僕たちの動きはナビスの人たちに見られているかもしれないんですよね。もちろん警戒は必要だけど、飛空艇の剣がナビスの仕業だとしたら、私たちは確信に迫ってるってことだし。どうでもいい場所ならわざわざ邪魔なんてしないもんな。それもそうか。でも計画通りに進めるとしても、さすがに遊んでる余裕はなさそうだな。うう、観光やライブなど楽しみでありもうしたが、こればっかりは仕方ないでゴンス。あの、こんな状況だからこそ楽しむことも大切だと思いますよ。
もちろん注意は必要ですけど、ずっと気を張り続けていたら心の色がくすんじゃいます。一理あるとは思うけど、マナは賛成なので、ここでマナたちがおじけづく方が向こうも動きやすいと思うので。メリハリってやつか。まあ俺はどうしても気になっちまいそうだが。そうと決まれば全力だ。アリーナの近くに屋台が並んでいたぞ。ライブ前に俺たちで制覇しよう。なんとお肉はあったでゴンスか。あまだ食べるんですね。マナマルさん、こちらには何もないでゴンスが。あそこにスタッフの通用口があるので。どうしたってんだ、悪役みてえな笑い方してよ。かわいいスマイルに失礼なので。マナはライブ後にロディと会うための作戦を準備しに来たので。作戦ですか。ただお迎えを待っていても王子様には会えないので。プリンセスならつかみ取らないと。だから調査を手伝ってほしいので。お日様がポカポカでゴンス。絶好のお昼寝日和で妄想。おやおや、あそこで誰かお昼寝を。で、あれはもしや倒れているでゴンスか。大丈夫でありますか。でも足も細っこい。これはお腹が空いてへたり込んでいるに違いないでゴンス。よろしければこちらをどうぞ。パン。はい、
空腹に耐えかねた時のためにいつも懐に入れてるのでゴンス。お腹が空っぽな辛さはひしひしと身に染みて分かり申すので、さあひとまずこのパンを。さあさあどうぞ。空っぽになるために俺はここにいたんだ。食べ物はいらない。食べ物がいらない人間などこの世にありもうさん。母上も言っていたでゴンス。立派な王様も名もなき小島の住人も食べて用を足すのは変わらぬと。はっ、私としたことが、パンを差し出しながら用の話などなんとも申し訳ないでゴンス。俺はトイレにも行かない。またまた。でも冗談を言う元気があるようでほっとしたでゴンス。君には会いたくなかった。俺はもう行く。なあ、では半分、半分だけでもどうぞ。量の問題じゃないけど、言っても無駄か。さようなら。はい、お達者でー。よく食べてよく寝るでゴンス。クピタンもみんなと一緒に出かけたらよかったのに。ラガッツを見るのは私だけでも。ダメですよ、ティーちゃんが一人になっちゃいますから。最近はどう？トリステッドのこと。やっぱり考えちゃいます。リスちゃんに会いたいなって。飛空団で他の友人ができてもやっぱり気持ちは変わらない？リスちゃんはリスちゃんですから。皆さんも大切なお友達ですけど、代わりなんていないんです。クピタンは変わったし、
今も目を伏せながら私の感情を見ないように気をつけてる。団長さんたちは私のことを受け入れてくれましたから。虹の弓に頼ってしまえば対等な関係じゃなくなっちゃいます。それこそ崇められてしまったり。見えなくたって、ううん、見えないからこそお友達になれるんですよね。でもトリステッドに対しての感情は、あのですね、リーちゃん、膝枕で見た夢なんですけど。うわー、イカ焼きだ、焼きそばだ、焼き芋だ、ポム焼きだ。あんた焼いてばっかりじゃん。ホクホクなのはいいけどよ、お前歯は大丈夫なのか。は？ああ、いきなり奥歯が抜けたんだ。ほら、これを見てくれ。いや、いいって、反応に困るだけだから。遠慮するな。で、あれ？おかしいな。ポケットに入れたはずなんだが。なくしたのかよ。魔法医術ならくっつくかもしれねえのに、何してんだ。まあ、一本くらい大丈夫だろ。何ドルもポム焼き食うか？ソースたっぷりのとこ。で、ランドル？大丈夫か？鼻血が出てるぞ。何？うわ、マジじゃねえか。結構ダバダバ出てんね。はい、ハンカチ。くそ、全然止まんねえぞ。もうこのハンカチじゃ新しい綺麗な布を。よかったらこれ使いますか。おお、清潔な白い布だ。ありがとう。気にしないでください。それより大丈夫ですか。
放出。そう、何も覚えてないみたいだし、私たちのことも自分のこともナビスの情報やフェルディナンドのことも。ピーちゃん、あの、本当に申し訳ありません。僕がご迷惑をおかけしたようで。気にすることはないし、医者として経過は気になるけど。で、俺たちに会えば何か思い出すかもしれない。だからここに来たってわけか。俺たちとラガッツは拳で語り合ってつながったが、あ、そうです、それが気になってたんです。僕の腕はどうして機械なんでしょう。あんたがなくした腕、魔法医術でも治せない状態でさ。みんなで機械技術に詳しい団員とかに協力をお願いして、高機能の義手を作ったってわけ。私のオペで神経との接続には成功したはずだけど、動作に問題はなさそう？はい、違和感ありません。もともとこうだったみたい。でもあの、そもそもどうして僕は腕を失ったんでしょう。それは今はいいんだ。とにかく目が覚めてよかったぜ。だな。ちょうどライブとやらがあるんだ。俺たちと一緒に楽しもうぜ。ライブ？わかりました。ん？どうかした？あ、いえ、いいんです。悪いことではないと思うので。ライブ後にロディと会う準備バッチリできたので。じゃあ俺たちはその席を確保すりゃいいんだな。そう、あとは普通にライブを楽しめば OK なので。
んたちからもらった屋台ご飯最高でゴンス。これがポム焼き、熱々ふわふわコリコリで美味しいですね。すごい熱気ですね。さっきから触れてもいないのに記憶のかけらがよぎるくらいです。うん、あまりの感情の多さで。トルーさん、無理は禁物でゴンス。気分が悪くなったら挙手を。私が外へ連れ回そう。ありがとうございます。頼りにさせてもらいますね。でも僕のことより記憶喪失のラガッツさんは大丈夫でしょうか。そうだな、右も左もわからなくて沈んでなけりゃいいけど。おいしいです。こんなの初めて食べました。うまいよな、焼きそばって言うんだ。焼きそば、ごめんなさい、心当たりは。なこだ、いいんだって。こっちも食え、ポム焼きだ。いいんですか、ありがとうございます。っていうかお前あれだ、敬語なんて使う必要はねえぜ。ああ、俺たちは拳を交えた仲、コブ友なんだからな。コブ友、語呂悪すぎるだろ。いいだろコブ友。ありがとう、フェザー、ランドル。あの3人、なんか普通に仲良くなってない？すごいですよね、あんなに早くお友達になれるなんて。さっきラガッツォに事情を話せなかったし、フェルディナンドって人がラガッツォにとって一番大事だったんでしょ。だったら話すべきなので、何か思い出す可能性もあるので。でもあまりにも辛すぎるんよ、最愛の人に裏切られたんだから。誰かを強く思う気持ちはそう簡単に変わりません。それは同意。まなまるさんも私と同じでしたよね、大切なお姉さんを探して。ごめん、そこはクピタンと違うので。え、この際だからはっきり言わせてもらうので。
あなたの気持ちは中途半端。マナの崇高な愛とは違うので。何を言ってるんですか？私のリスちゃんへの気持ちは。相手への気持ち？本当に分かってるので？クピタンはただトリステッドが好きな自分でいようとしているだけなので。あなたはお友達が欲しかったんでしょ？それならもういるので。クピタンの周りにはあなたを思ってくれる人がたくさん。ストップ、熱くなりすぎだって。気空団のみんなが優しすぎるだけなので。ティコはとても心配してるので。あなたと境遇が似てるからってマナにも夜な夜な相談に来たりして。団長だって危なっかしいマナやあなたを受け入れて手を差し伸べてくれる。分かってるでしょ、感情に敏感なあなたなら余計に。やめるし、マナマル。もう分かったから。ティーちゃん、本当にどうして。見られた？私が今考えたこと。気空団の仲間がいるのだから、そこまでトリステッドにこだわらなくても。リスちゃんは私の大切なお友達で、私はリスちゃんのことが本当に、本当はどう思ってるんだろう。私の感情の色は。ごきげんよう、プリンセス。君の王子様でゴンス。なんてね。
やや、あれはおトイレに行かない発言をした方でゴンスか。ゴンスは道端で会った子のあれは口癖っていうのかな、なんだか印象に残ってさ。せっかくだからみんなでやろうか、せーの、ゴンス、ゴンス。三人とも楽しんでるし。で、クピタン、あのマイクはどう？間違いありません。多少形状は違いますけど。ホロスコープ、パラシュ、私が見た絵にそっくりです。プリンセスたち、いつものあれ一緒に行くよ。ケミストリー、いきなりなんなん？ケミストリー！まなまるも叫んでるし、みんなもやるので、感情が高まった時に叫ぶライブ中の掛け声なので。なんとなく感じてたけど、まなまるってロディのファン？ファンじゃなくてプリンセスね。うん、納得したし。だからライブも慣れてるの。うん、ライブは昔に一回だけ。いつどこで見たかも覚えてないけど、歌が忘れられなくて。では、早速1曲目。カバーだけど定番ソング。プリンセスとの未来を思って。君と僕の未来。全部が歓喜の原色に。うん、これにはマナも大満足なので。ロディさん、本当に同じあなたでゴンスか？みんな、ありがとう。あとは、恒例のあれを残すのみだね。そう、
グリーティングだ。ついに来た。ロディと会う作戦が発動なので。グリーティングとは、ライブの後に選ばれた3人のプリンセスと舞台裏で話す企画だ。これから思い浮かんだ数字を3つ言うよ。その席番号の子がケミストリーさ。この人数でランダムなんて普通は当たるわけがないけど。会場は観客で埋まってる。当選者を舞台裏に連れて行くのも一苦労。ということは、そうか、係員がスムーズに案内できるように事前に数字を決めてある。あくまで仮説だったけどね。団長たちの協力もあって、レガちゃんが番号メモを見つけたので。あの探検、視力まであるなんて。でもなかなかいい作戦じゃん。あなたたちの番号が呼ばれるので。呼ばれなかったので。残念だったし、直前に変わったのかも。やみまる、ありえないのね。出てくるとも思えねえし、こりゃ会うのは厳しそうだな。団長、ちょっといいので。あれ、まなまるさんは向こうの方を見張るはずじゃ。分かったことがあって、すぐに共有したかったので。レガちゃんがね、関係者の話を盗み聞きしたの。そしたら、当選する席番号が見られたって事前に情報が入ってたみたい。なんだって、それで対策されたってことか。でもどうして。まなまるさんの計画を知ってたのは私たちだけですよね。嫌な予感がするので。
トルーさん！ベガちゃん、応急処置を。アナマルさん、ありがとうございます。こりゃ一体何があったんだよ。お兄さん、後ろから誰かに刺されたみたいなんだ。血がバーッと飛んで、でも刺したやつはどこにも。人混みですから紛れてしまったのでしょう。剣士もダメで、感情が多すぎるから。思いのほか傷は浅い。急所は外れてるみたいなので。背後に気配を感じたので、英雄ロランの記憶を真似して。ロラン、リュランダルの昔の持ち主、すげえ強い剣士だったか。危なかったです。かわせなかったら僕は今頃。空挺での作為的な爆発、リークされていたマナの計画。マナたちを島から遠ざけてロディに会わせないために。しかもマナたちの中でも索敵能力に優れたトルーを狙って原始の弱点も把握済み。間違いないので、こんなことができるのは。マナたちの中に裏切り者が潜んでるので。オフィーフコ、儚くも美しい、異例にして通例。彼の赤き血が物語を進める。故に私が現れたのです。遠くて近い、どこかの福音書曰く、
スズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。恐れることはない。これほど恐ろしい真理を私は他に知りません。ゴルディロックスゾーン、波音だけが知らせる摂理。あなた方もいずれ知るでしょう。